こんにちは、ブレアサイクリング山崎です。今日は冬のライドの時の防寒対策について特集したいと思います。今お店をやっているこの場所はですね、長野県の飯田市というところで、南信州になるんですけど、比較的場所でいうと岐阜とか名古屋寄りの太平洋側の天気なので、雪が降る確率はかなり少ないんですけど、最低気温は結構下がりまして、一番寒い時だとマイナス10度ぐらいまで下がります。でマイナス10度で乗ることも何度かありました。でもしっかりこう防寒対策をすれば乗ることはできますんで、そういったところを紹介したいと思います。でまず、マイナス10度の防寒対策はちょっとこうスペシャルな感じになるので一番最後に紹介します。で、この辺の地域でも一番こうスタンダードな気温でいうとマイナス5度から10度ぐらい、この気温温度帯で乗ることが一番多いんですけど、まずはそこからご紹介したいと思います。はい、それではご紹介していきます。まずこういろいろ重ね着をしてるんですけど、考え方としては一番こう肌に近いベースになる方から見ていくのが大事になります。で防寒対策の一番こう基本になるのはこういうホットクリーム、これスポーツバルムのレッド3という一番温かいホットクリームバルムになるんですけど、どういったものかというと、こういう唐辛子入りのワセリンのものですね。で対応する気温でいくとマイナス0度からマイナス5度まで対応するということになってます。でこれを真冬はいつも塗ってます。でどういう感じで塗るかっていうと、足先から、腰下まで塗ります。特に膝とかそういったところですね。で、あとお腹周り、腰周り。で、残ったものでこう、肩とか耳とかに軽くすり込む感じで使います。これ使うだけでもう防寒対策一気にアップしますんで、まずこれ塗りましょう。で、その次、なんかこう、いろいろ着てるんですけど、一番このベースになる、アンダーウェアですね。で、アンダーウェアは、できるだけ汗の吸収性の高いものをつけると汗冷えしにくくなります。で、あったかいからいいかなと思って、裏起毛の分厚いものを選ぶと汗をこう吸っちゃって、それが汗が逃げなくって冷えるってこともあります。まあ、いろんなタイプがあるんですけど、私の一番お気に入りは、これ、イタリアのアウトウェットっていうメーカーで、名前にもこうウェットっていう名前がついてるんですけど、水分の吸収率がすごい高いです。で汗をどんどんこう吸い取ってくれて、ほとんどこう汗冷えしないので、意外と温かいものよりもこう吸水力高いところに注目するといいと思います。でこれでも人によってこう汗の出る量っていうのは変わってくるんで、まだ汗冷えするっていう方はおすすめはこの夏用のインナーですね。真夏に使うこう薄いインナーを最初に着て、その上にアンダーウェアを着ると吸水性が抜群に良くなります。で、はい、それでは次この上に着てるものを紹介していきます。カステリのアルファロスジャケットっていうものを着てるんですけど、表面がゴアテックスになってます。でゴアテックスご存知の方も多いと思うんですけど、表面はこう風を完全にシャットアウトして、内側からはこう汗の湿気を外に逃がすっていう、そういう高機能なジャケットになります。で生地自体はもうほとんど、ウィンドブレーカーに近いぐらい薄いんですけど、防寒性がめちゃくちゃ高いです。今年から使い始めたんですけど、これを使うまでは普通の裏紐のジャケット2枚とか重ね着してこうパンパンになってたんですけど、こんなにも軽くて防寒性が高いものあったんだなって初めて知りました。めちゃくちゃいいです。で、メーカーのサイトでいくと温度帯では7度から15度対応ってことなんですけど、もう0度付近でももう全然これ1枚出しれるくらいあったかいです。で表面は2層になってまして、これ外側こういうジャケットなんですけど、内側にはこのベストがついてます。でこれを開けるとこういうちょっと保温素材ですかね、こういうのが内側に入ってて、これはベストになってます。なので保温ベストプラスゴアテックスのジャケットみたいな、そういうものですね。こういう感じです。お尻のとこはすごく長めになってて、ここにも
シリコンのゴムがついてるんで、今日、気温が7度から8度ぐらいの中、3時間ぐらいライドしてきたんですけど、路面ちょっと濡れてて、こう雨の跳ね上がりもあったんですけど、こう走る時も跳ね上がりがあっても、この辺まではほぼ水はじきをカバーできるので、めちゃくちゃいいです。で、走り出しの時は上にこのスポーツフルのウィンドジャケットを着てます。まあウィンドブレーカーって言ってもいいと思うんですけど、メーカーの名前でいくと、ちょっと待ってくださいね、これはうちの店でも売ってるんですけど、ランドルジャケットっていうものですね。でこれは結構プロチームからのリクエストがあって作られたジャケットで、すごく収縮性が高いです。なのでこう結構サイズちっちゃめ着ても、こう脇とか余るとこがなくて、空気抵抗もすごく少ないです。でこのジャケットも、外にこう汗を逃がしてくれる生地になってまして、ほとんど蒸れることはないです。値段でいくと、20,350円ですね。でちょっとウィンドブレーカーとして若干値段高めですけど、一着買うともう、4、5年は普通に使えるので、ものすごく重宝します。夏場も防寒着ですとしてですね、半袖プラスこれを着たり、あと雨の時も撥水性も多少ありますんで、雨のレインジャケットとしても使える、そういう高機能なジャケットです。はい、それでは下半身ですね、下は裏着物ロングタイツを履いてるんですけど、カステリの一番寒い時用のタイツで、ソルパッソビブタイツというものを履いています。対応する気温でいくとマイナス2度から10度対応ということで、マイナスももちろん走れますし、意外とすごいのが、こう日中の気温が上がって10度超えていくような気温になっても、透湿性が高くて、中でこう汗ばんでしまったりっていう感じがほとんどないのがすごいです。で膝のこの後ろの動きもすごくいいのが気に入ってます。ただ耐久性があんまりないんですけど、それは前に上げた YouTube で2022年買って後悔したものランキングの中に入ってしまったんですけど、どの辺がダメかっていうのはまたその動画でぜひ見てください。はい、次はこの頭とか首周りやっていきます。で頭は、カステリのゴアテックスのこのウィンドキャップっていうのを使ってます。で以前はもっとこう分厚いこのウールのタイプを使ってたんですけど、ウールのタイプは汗かいてくるとこう結構びちゃびちゃになったりとか、生地自体が分厚いので、こうヘルメットかぶった時にちょっとヘルメットがこうボコってなってしまったりするんですけど、このカステリのキャップは生地がすごく薄いので、ヘルメットかぶった時も遜色ないですし、何よりも汗かいてもどんどん外に逃がしてくれるんで、すごく重宝してます。これで2シーズン3シーズン目ぐらいになりますけど、全然へたってこないですね。で次このネックウォーマーです。ネックウォーマーめちゃくちゃ大事ですよね。で寒い時はまずこうスタートして体が温まるまではもうここまで上げ、とにかくこの自分が吐く息ですよね、息を体の中に溜めて体を保温していくっていうのが大切です。 HADっていうんですかね、これはメイドインジャーマニー、ドイツのメーカーらしいです。でこういうのを使ってまして、で生地はすごく薄いんですよね。でも保温性が高いのはこのプリマロフトっていうこの素材、結構最新の素材で、今グローブとか、いろんなものにこう使われてきてるんですけど、薄くてもこのプリマロフトが中にこう織り込まれてるとものすごく暖かいですね。でいろいろとできますよね。暖かくなってきたら鼻出したりとかで、本当に温まればこう下げられますし、で一番寒い時はもう耳までかけることもできますんで、これは本当にもう冬のマストアイテムです。
はい、次グローブですね。グローブ冬の間はまあほとんどこれ使ってることが多いんですけど、カステリのエストレモ GT グローブで、これもゴアテックスになってます。まあ、やっぱり冬あの寒いのはこう汗かいて、なんかこう湿気が出てくると、やっぱりそれでこう下りとかで風が当たってまたこう冷えてくるんですけど、やっぱりゴアテックスになってると極力水をこう外に排除してくれるので、まあそれがポイントなのかなと思います。これ一応対応する気温でいくとマイナス4度から10度対応ということになってます。ちょっとマイナス4度はまあ厳しいかな。まあ0度ぐらいだったらこれで十分いけます。価格はちょっと高めの 16,500円です。でもまあゴアテックスなんで、まあしょうがないかなと思いますね。シューズカバーはカステリの、ロスシューズカバー 13,200円で、特徴としてはあの生地結構薄いんですけど、あの表面この前の冷たくなるところはゴムでカバーされてまして、後ろのこの足首とか動くところは、こういう上のジャケットに使われるような柔らかいものになってまして、足のこの動きがすごくいいです。で、他のシューズカバーに比べると結構ここ長いんですよね。丈が長いので見た感じもこうシュッとした感じでかっこいいと思います。靴の裏はこういう感じです。で、この靴の中ですね、ウィンターソックスを履いてます。まあ、こういうデフィートの、ウールですね。これメリノウールっぽいウィンターソックスを履いてます。で、ウィンターソックスはできるだけあの分厚いものってよりも薄くてあったかいやつの方がシューズの中がきつくならないのでいいと思います。はい、それでは皆さんお待ちかねのマイナス10度対策いってみたいと思います。まずはこの前半でお伝えしたこのジャージを基本として、この中に、これはあの自転車乗ってらっしゃる方皆さん持ってらっしゃると思う、いわゆる裏起毛のこういう長袖ジャージですね。あの一番定番のもので、まあ、秋口くらいから着れるジャージですよね。こういう裏起毛ジャージをこの中に着ます。で、これがめちゃくちゃあったかいんですけど、これネオプレーンのジャケットです。これは、ジャイアントから出てるものなんですけど、あのネオプレーンってこうウェットスーツとかに使われてる素材ですよね。で、防風性能はもう一番高いんですけど、ネックはとにかくこう中に汗を、逃がす機能がないので、これあんまり下に着ちゃうとすごく汗でびちゃびちゃになるので、このネオプレーンのジャケットは一番外に着ます。これまたこう半袖になってるのがミソで、長袖になってるとこう肘から先ここの収縮性がないので、ここ動かないので、こういう半袖のジャージと同じような形になってるのが動きやすさはそんなに損なわれてないです。これ着るともう今着ただけでもすごくこうあったかいんですけど、これでもう完璧に防風できます。上半身は。で、下半身はあのさっきの紹介したこのホットバルーンを塗る量をめちゃくちゃ塗れば大体対応できるんですよね。はい、ではグローブはまずこの BBB から出てるこの遠赤外線の暖かいアンダーグローブをまずします。で、次にこの BBB から出てるこういうミット状になってるものですよね。で、これをします。こういう感じです。で、これ意外とあの乗りにくそうに思うんですけど、この2本になってる指のここもう一本指入るぐらいここ横にこう隙間があるんで、意外とこの中でもちょっと指動くんですよね。
これサイズが結構大きめになってるんですけど、 BBB、まあ、オランダのメーカーなんで、まあ、欧米人向けのサイズなんですけど、私普段グローブが S とか M ぐらいなんですけど、これは XS を選んでます。 XS で指の先がちょうどか、まあ、若干余るぐらいですけど、このぐらいのサイズ感を選ばないと、あの中で指が遊びすぎて本当に操作性落ちるんで、まあ、サイズ選びも大事だと思います。はい、では最後、足のつま先のマイナスでの気温の対策ですね。いろいろできることはたくさんあるんですけど、この3つあります。でまずは、これトゥーカバーありますよね。このつま先だけにこうつけるものですね。こういうトゥーカバーをつければさらにシューズカバー2枚って多分履けないと思うんですけど、これつけるとここだけでもかなりあったかくなります。で中に最初薄手の、冬のソックス紹介したんですけど、もう一段分厚いものもあります。これちょっとこれはノースウェーブの、メリノ仕様のやつかな、ウィンターソックスになるんですけど、つま先ちょっと分厚いんですよね、普通のやつに比べると。ちょっとなんかこうスキーのブーツに履きそうな感じでもあるんですけど、まあ、一応自転車用で、まあ、ギリギリ自転車のシューズ中にも履けます。で本当に寒い時はちょっとこっちの、窮屈になりますけどこっちのタイプに変えます。であとさらにそれにプラスして意外と一番効くのがこの靴下用カイロっていうのを中に入れます。でどういうものかと言いますと、これはこういう2個入り2つ入ってます。でちょっと入れつけてみますね。で人によってこう下につけたりとか、まあ、上につけたりとかいろいろあると思うんですけど、私はこの裏につけると足のこう指の掴む感じのフィーリングが変わっちゃうので、この上に乗せてます。まあ寒いのはとにかく指先なんで、まあできるだけこうつま先の方につけて、でこういう感じで入れて、でシューズカバーを履くっていう、そういうスタイルですね。はい、ということで冬のウェアのご紹介でした。なかなかこう一式揃えるってなるとやっぱり防寒性の高いものっていうのは価格もそれなりにするんですけど、思い切って一回ダッと揃えてもらうと、パッて外出て走った時にあれ寒くないなって思うと思うんですよね。でなかなかこういやちょっともったいないかなと思ってそこそこの安いものをこう重ねにしていくと、やっぱり走ると寒いし、何よりも体の動きが悪いとやっぱ走っててすごくライド自体がこう楽しくないんで、ぜひこういいものを揃えてもらって、まあ、せっかくね、自転車ってやっぱり趣味があるんで家の中で乗るっていうのもまたそれはそれでいいですけど、やっぱり外に出て冬のこう景色とか風を感じて楽しんで走るっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。